やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ダイバーについてですね。青汁王子とライバーの飯田課長。戦ったらどっちが勝つのか。あと、これこれさんの運勢も見ようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。ツイッターでは個人的なこととか、政治の、ね、ニュースのこととか、あと個人鑑定の受付状況とかつぶやいてます。ぜひフォローお願いします。あとメンバーシップの特典では毎週の占いとかここだけの話とかアップしてます。ぜひこちらもご検討ください。はい。ライバーが何かと今話題で、ね、二つ大きく話題があってですね。こっちから行くか。まず、6月28日にライバーとウーム、ヒカキンさんとかいるところ、あそこが、資本業務提携契約を発表した。で、ヒカキンさんら人気 YouTuber が多数所属することで知られるウームと大人気のコレコレさんがね、所属するライバーの業務提携ということで大きな話題になっているって、ここに書いてあるんですけれど、ライバーとウームの提携はコレコレさん封じなのかっていうのをね、ちょっと見てみようかな。で、コレコレさんは今後、ウームのに所属するユーチューバーたちのことをこうちょっとね悪く言えなくなっちゃったり言論の自由みたいなのが奪われちゃうのかしらみたいなところを見ようかと思います。うん、これこれさんといえばこう話題になってる人をこうねライブ中配信中に直接対決させるとか暴露させるとかなんかそんな感じすごい大人気なんですけれどもなんかね自由にできなくなるのかなみたいなのと。でですよ。あと、青汁王子こと三崎優太さんが、6月29日に自身のアイドルグループ、これ読めない、わかんない、読めないの、そう、グループの解散っていうのをね、発表して、その理由として、ライバー社の飯田さん、飯田会長とトラブルがあったことなどを動画で語った。でどんなトラブルかっていうと、飯田さんにプロデュース任せてたら、なんか、架空のね、人件費とか、いろいろその他の経費とかを架空にこう請求されていっぱいお金を払ったみたいなトラブルですね。で、お互いまだ譲らずどうなるのかな。で、青汁王子はこう裁判も辞さないような態度だけれど、和解するのか裁判するのか、もし戦ったらどっちが勝つのかしらみたいなところをちょっと見ようかと思います。はい、うん、YouTube の会話で今これがね一番大きな話題かな。はい、あカバラス秘術から見よう。全員に11が入ってたねと思ってね。ペルソナ青汁王子と飯田さんとこれこれさんの本質11。目に見えないものを感じる神官タイプです。11はねなんか一言で言えない難しさがあるんだよね。なんか二面性があるというか、1たす1で2の性質も元にしているので、基本的に穏やかで優しくて、人の気持ちとか感じ取る。そうね、繊細、ガラスの母と傷つきやすい、みたいなところはあります。で、そう、目に見えない神官タイプっていうくらいだから、精神世界とか、スピリチュアルとか、なんかそういうところに精通してたり、言葉に出さなくても相手の気持ち側をね、すごい敏感に感じ取ることができるとか、ちょっと浮世離れしています。で、そうね、個性的で、あとは神秘的なものを感じさせる人も多いですね。あとは人生は安定するものを好まないです。常にドラマティックなことを求めて歩いてますね。うん、あとは逆境に強くて波乱に満ちている人生を乗り越えていく、運の強い資質を持ってます。で、感受性が強すぎですね。良くも悪くも人に影響を受けやすいです。で、あとは感覚的かな。直感とか自分の感覚みたいなのを信じる感じ。まあ、全員に入ってて、ああ、なるほどと思って。だから11さんね、一言でこんな性格だよって難しくて、すっごい穏やかで優しい人もいれば、なんか一人の中にその穏やかさとめっちゃ激しい厳しさみたいなのを同時に持ってる人もいれば結構こうきついことをガンガン言う人もいるし、そうね、この辺そんな感じ
あの三人ともきついこと言う感じかな。これこれさんも超ストレートに毒舌言ったりするしね。うん、でも的を得てるんだけどね。そうそう、11さんはね、不思議な感じよね。そんな性格です。なんかぼんやりしてごめんなさいね。なんか浮世離れしてる感じです。うん、そう、直感の人って感じ。だけど、この青白寺も飯田さんも、本質は超現実的なんですよ。4も8も。まあ、ちょっと似てるタイプというか。4は正義感。正義感、真面目。正義、真面目。コツコツ何かを形にするのが得意です。努力家です。8はね、白黒はっきりつけたいタイプ。駆け抜ける戦士ですね。お金とか仕事に一番強い数字って言われてますね。ちょっとだけ二人とも似てんのかな。未来図も全く同じだしね。ここまで同じで、これ全部同じだし、ここも、4と8ちょっと似たタイプなので、現実的で何か形にするみたいなのが得意なところで似てるから、性格を客観的に見ると、似てる。かなり似てる感じだと思う。本人たちは、いやって怒るかもしれないけど、こんなね、喧嘩っていうか、争ってる時に、ね、敵のことを性格似てるよって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないけど、ちょっと似た者同士っぽいものは感じるかな。これこれさんはね、外がさんなんだな。本質がね、浮世離れ、神官タイプなんだけど、外は永遠の5歳ですね。純真無垢な創造者。うん。あ、でも表現者だからね、うん、向いてますよ。YouTuber さんが入ってるなら。いいな、そう、YouTube やる人としてさ、こういう3とか5とかさ、なんか表現者系の芸術家系の数字入ってると、羨ましいなーって思う。私、たどたどしいもん、これ。この辺の数字欲しいな、能力欲しいなーって、羨ましい。うん。3はね、うん、とても自己表現みたいなのが超得意ですね。で、未来数も11だから、11をとにかく目指してるんですね。直感、感覚、神官タイプ、スピリチュアル、精神世界みたいに目指してるんだな。はい。そんな感じの皆さんでございます。11の戦いみたいな感じになってるね。はい。じゃあ、青汁王子と飯田会長が和解するのか、裁判なのか、どういう形になるのか、どっちか目線で見よう。じゃあ、青汁王子目線で見ますね。青汁王子目線で、飯田会長と和解しますか？裁判になりますか？今後の行方を見ます。はい、ズバッと出ました。なんか黄色っぽい画面になったなと思って。立場のと、そう、裁判っぽいカードってこれなんですよ。正義のカードなんだけど、立場のところに正義のカードは出てるんですね、背景に。だけど、死神の逆だから、裁判はしないかな。なんだろう、この青白王子の近い将来のフールの逆。逃げる逃げる、なんだろう。どこかに行っちゃいそうなカードが出たんだよな。悪魔を背景にしてるんだけど、こう欲望とかがテーマね、悪魔。背景にしてるんだけど、青白王子目線だと自分の力は発揮できてるんですね。これさ、実は二人で演技してるとかじゃないよね。なんかそんなことすら感じてしまった。気持ちの顕在意識にマジシャンの逆なんですよ、これ。人を騙すとか、まあ、なんか、話が合わなくてつまんないとか楽しくないとかいう意味もあるけど、人を騙すとかいう意味もあるんですね。で、潜在意識に恋人だから、なんか引いた時に実は仲いいのかなとか思っちゃって、お互い仲良くて、なんか、二人で裏で計画して、こういう演技しようぜみたいな、そんなことも可能性としてあり得るなって思ったんですけど、どうですか？なんかあんまり二人のさ、この、お互いの言い分の動画とか全く見ないで今占ってるから、そう、ただ文章ってニュースサイトになってて、その文章だけ読んで、へえと思って、こうやって占ってるんだけど、これ二人でグルになって世の中を騙してるとか、そんな可能性はないですかね、話題作りのために。どうですか、なんかリスナーの皆さん、あーとか、
思う方いる？うん、なんかそんな感じがする。マジシャンの逆と恋人、欲望が裏でしょ。なんかコントロールして二人でやってないかな。環境も世界でしょ。相手も、これ飯田会長の気持ちなんだけど、青汁目線で、青汁じゃない、青汁王子目線で見てるから、会長もね、世界のカード、完成完結みたいな素晴らしいカードが出たので、争いみたいな感じじゃないんですよね。最終結論は、釣り人の逆だから、なんか報われない関係とか、報われない、うん、なんとも言えない、分かり合えないとかね、報われない努力。ここがすごい悪いなとは思ったんだけど、対策注意点も太陽でしょ？嘘つくなよ。ちゃんとこう、ね、リスナーの人にちゃんと本当のことを言えよみたいなことに感じてきちゃった。このまま二人で、ただただ話題性としてわーってこう話題にしといて、二人で逃げるみたいな感じないですかね。こんな予測というか、こと言ってる人いる？他に。すごい自信がないんだけど、カード的にそうだなと思って。グルになって騙して話題作りとかするかな？そんなことする？でもなんかガチの争いっぽい気もするけど、カードには出てないんだよな。ああ、わかんないけど、玉木の予想だと、本当に嫌い合ってるとか、戦ってる感じが一切出てないんですよ。うん。仲良しで、裏で一緒に協力して、こういう話題を作ってるような気がするんだけど、どうですかね。そんな案。はい。じゃあ、戦ったらどっちが勝つのとか、いらないの？戦うの？戦わない気がするんだよね。なんか裁判とか、争いになりますか？今見た限り多分ならないよね。争いとか戦いとか、なんか変な関係になるとかね。女強行の逆。これは理性知性がなくて感情的になる。自分を見失う感じ。戦い、裁判って感じではないよね。二人で口裏合わせてこういうことにして話題にしようみたいな感じで話題にしたけど、本当になんか言い合ってるうちにちょっと本当に感情的になってしまった部分はあるかもしれない。でも争いって感じでもないな。まあいいや。多分争わないですよ。多分裁判とかはないと思う。うん。何か計画され、もともとそもそも計画されているようなことの気がしちゃって、争わないと思うけど、でも一応聞いとくね。なんかこれがメインだったから。戦ったらどっちが勝つか。青汁王子と飯田会長、戦ったらどっちが勝つか。はい。ズバッと出ました。ああ、でも、関係はいずれ壊れそうだね。全体的なキーカードがタワーの逆だから、関係の清算みたいなのはいつかありそうね。戦ったらどっちが勝つか。青汁王子かな。現状は、飯田会長優勢なんですよ。青汁王子の方が、なんかエネルギーを変な方向に使ってる気がするの。で、近い将来、フール。飯田会長がフール。新しい方向性に行く。新しいチャレンジ挑戦。で、一方、青汁王子は戦車の逆。この辺ね、なんかやる気がちょっと感じられないの。そもそもなんか戦う気ないかなと思って。戦う気、青汁王子、ないんじゃないと思って。ね、力の逆も戦車の逆もさ、力強いカードが逆向いてるじゃない。青汁王子、多分ね、そもそも争う気はないと思う。争ったら、もし戦ったらっていう過程だけど、その気すらないと思う。で、青汁王子の最終結論が、死神の逆でしょ？力の再生とか、ね、物事の裏にある何か真実をこう見るとか。一方、
飯田会長は節制の逆、ストレスが溜まる。勝ち負けなの？なんだろう。そもそもなんか、ごめんなさいね。戦ったらどっちが勝つって聞いたけど、青白王子はそもそも戦う気ゼロだし、飯田会長も、フォーでしょ、フール。節制の逆。まあ、飯田会長はお金を失いそうかな。これは負けって言うの？お金を失ったら負けって言えば言うで、まあ、節制ね、お金か心の流れに出るんですけれど、まあ、お金かな？ストレス。ストレスっていうより多分なんか、青白王子は戦う気なしで、ライバーの飯田会長がお金を失って関係の清算っていう感じかな。これは飯田さんが負けていいかな、どちらかというと。負け？うん。はい。よくわかんないな、これ。ちょっと真実が知りたい、これ。でも、二人で、このさ、本当は、ここで二人のね、内緒で世の中にこう戦ってるふりしてるけど、本当はグルなんだよって、隠し通すこともできるからね、真実これ答え合わせできるかどうかは謎だけど。じゃあ、これこれさん。ライバーとウームの提携は、これこれさんを封じるためですか？これこれさん封じですか？悪いカードが出たらあれかな。これこれさんを封じようとしてるかな。はい。ライバーとウームの提携はこれこれさん封じですか？そうね。力の逆。力を発揮させないようにしてる。これ出るかなって思ってたカードがピンポイントで出たね。これこれさんが力のカードだと 100% ただなんかこれこれさんの力を発揮できるっていう状態なのに、逆だとこれこれさんの力が発揮できない。うん、尻込みしちゃう、遠慮しちゃうみたいな感じだから、まあそうですね、これこれさん封じですね。対策注意点タワー、アクシデントトラブルに注意してくださいですね。はい。じゃあこれこれさんの今後の運勢を見ましょう。これこれさんすごいよね。ライブ同時にいつも何十万人かみたいな、なんか20万人とか見ててさ、すんごいなと思って。なんかもう、うん。一回リアルタイムでちょっと見たことあるけど、チャットが流れるのがザーって早すぎて、見れないみたいなね。チャット早っと思って。あー、はい、ズバッと出ました。あのね、多分、これこれ封じのために提携したじゃない、ライバーとウーム。でも、ガンガンやると思う。全くそんなの気にせず、今まで通りやると思うんですよ。ね、タワー、うん、多分この提携ですよ。提携を背景にしてるのにもかかわらず、さっき力の逆にね、したいっていう思惑があったって言ったじゃん。でも、力なんですよ、これこれさんの立場は。ガンガンこれからも発信していきそうなの。で、環境はマジシャンの逆なので、周りのウームとかライバーとかその辺は面白くないんですよ。それやられて。今太陽でしょ、ガンガンやってるでしょ、もう過去も皇帝だし、もう王様的な感じですよ、最高潮に明るい。で、まあ、しばらく近い将来はね、いいんじゃなので、ちょっと思慮深くはなるとはいえ、思慮深さはあるね、前よりは身につけるとはいえ、でもガン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 発信していって、周りが、のね、事務所はつまらないっていうか、ちょっとやばいと思って、これはライバーやめるんじゃないかな。ね、世界の逆、死神、このセットはもう途中で投げ出して、何か停止するみたいな感じだから、ライバーはライバー辞めるとライバーってどうなるの？他に誰がいるの？全然知らないんだけど。うん、ちょっと辞めるかな、これこれさん。で、対策注意点審判なので、決意するとか、うん、まあ辞めてもまた復活すぐどっかでするだろうから、まあ一人でもやっていけるだろうしね。まあ、なんか、どっかとの関係性は、多分事務所だけどね、うん、なくなりそうだけど、そんなに心配はいらないかな。普通の個人鑑定でね、最後にこれ出たらやばいよって思うけど、これこれさんだからね、対策注意点に審判出てるから、まあ、すぐ復活できるから大丈夫だよみたいな。うん、なんか、
悲観的には感じないかな。はい、以上になります。はい、ライバー関係について、青白字とかコデコデさんについて占いましたが、青白王子と飯田会長のなんか水面下での話題作りだったら嫌だな。そんな結果が出ると思わなかったからちょっと混乱してる、困惑。うん、ではじゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。